キュウリの家とファッションキュウリです。はい、ということで本日は企画を発表したいと思います。イエーイ。本日の企画はそうめん2キロ大食い。夏やからね。夏といえばそうめんなんだ。夏といえばそうめん。プラスで仕事の電話がかかってきたら相手は食事してるか気づくのかっていう検証も一緒にしていきたいと思います。かけるのはクラブゼースの従業員でかけていきたいと思います、はい、それが先輩後輩関係なく誰でもいいんで、電話かけて繋がったら用意スタートで食べる。で食べて何か食ってますかとかなった場合すぐ切ってそうめんも食べる終了で次の人にバトンタッチ、順番繰り返して2キロ食べるっていう。大食いもあるからそんなずっとチュルチュルやってても延々に時間かかっちゃうし、やっぱ結構減らしてほしいよね、みんな序盤でね。それでいきたいと思います。レディゴーレディゴー。はい、1番でいきたいと思います。たつきに電話していきたいと思います。オン。お疲れ様です。おはよう。みんな何してんの？今、マグロの漬けを作ってます。マグロ漬けの作ってんの？はい。マグロ漬けのどう？マグロの漬けなんすか？うん、まあ、いい感じです。あ、いい感じ。じいさん、なんか食べてません？これ一緒に見て思ったことなんですけど、相談ことも考えながらこのそうめんも取らなあかんっていう、取ってすするっていうこのちょっと難しい、あと笑いにこらえるんがすごい大変です。はい、そんな感じで。はい、次はね、僕が電話するんですけど、距離感で言ったら上司に近い人いるんですけど、うちの統括の夏統括に電話したいと思います。いきます。これ喋ること考えとかなあかんもんな。そう、考えとかなあかん。何もねえな。相談が一番いいもんな。何の相談しよう。まあいいや、一回電話します。はい。あ、ざっす。おはよう。何してるっすか？今は寝てたけど。ちょっと相談があるんですけど。たつくん、ご飯食べました？食べてます。なんか食べてるやん。これ、しんどい。ほんまにしんどい。これちょっと俺、言わしに行ってんけど今まずすぎてビビった、そうめんが。はい、次は僕がやっていこうと思います。後輩の子に電話かけたいと思います。もしもし。おはよう。何してんの？絶対なんかでも食ってるでしょ。一個思ったこと、やっぱりそうめんがまずい。後輩に電話する長い。以上です。ほんまにまずいよな。びっくりしたよ。めっちゃまずい。これお次は僕なんで電話してみたいと思います。これ内勤でもいい。それやったら翔さんとか。翔いいんちゃう？あ、翔か。おはよう。おはよう。何してんの翔？今から準備って感じかな。あ、今から準備。あ、なるほどね。お前早いよ、ずるいで。振りが早い。ちょっと喋る幅がない。めっちゃ早振るやん、思ってたもんね、ほんまに。渋い声、めっちゃ立ってる。間があってな。ちょっと自分からちょっと切りに行った。ずるい。プレイヤーじゃないから、そのプレイヤーの話とかあんまできひんからどうしようと思ったら、もうそっち行くしかなかって、こうなりました。はい、ちょっと順番変わるんですけど、髪からちょっと不在着信入ってたんで髪にかけたいと思います。こいつ、おはようございます。何してんの？めっちゃ腹減ってるわ。いや、食いながらめちゃくちゃ単純に減らへんですね。はい、それでは俺はあやとに電話します。おはよう。お願いします。何してる？今、家行ってます。あ、終わらしいったな。もう食い切ってほしかったのに。もうまずいねんって、これほんまに食い切ってほしかった。マジでまずい。俺、とどめ刺していこう。刺して。もうちょっと減らないんで、僕電話かけて、繋がっても喋らんとずっと食べて、食べきりたいと思います。言います。そんなことある？えぐっちゃいしようか。えぐっちゃいこう。はい、もしもし。はい、切ります。いやいや、喋れって。だから、まだ突っ込まれてないから切られただけやから、いけるって、まだいけるって。僕は食べ、突っ込まれてないから、何も。しかも、一旦切ります。はい、もしもし。
でも突っ込まれてないからまだ次喋ってあげ、喋ってあげ、まあ、突っ込まれてないからまだ、はい、面白いなぁ江口くんも面白いなぁだいぶ攻めたんちゃう、もうもうなんかこれラストいけるやろこれはラストでも締めくくるのはさやっぱり社長じゃんけんちゃういや俺社長は俺マジきついかもしれないな俺もきついっす俺もきついよマジでじゃんけんしようそこはもうじゃあ社長じゃんけん社長はやばいっていや俺マジいや俺も最初じゃんけんはいだるいって無理やって無理やってほんまじゃあ俺もう貢献したみたいあと1に早いからしかもさなんか食ったら切るんやろめっちゃ失礼じゃないあ、ごめんなさいって言っていいマジかこれちょっと待てよこれやばいってまあとりあえずじゃあ今からジュン君にクラブゼンスの社長に電話してもらいたいと思いますマジで嫌やなどうしようかなこれ行くしかないもんないつも通りでいつも通りあ、おはようございます。おはよう。ちょめなんか食うてるやろ。お前、おい！もうちょっとあったのに。あ、正気が出ました、ここで。あ、行こう。すぐ取り。おはよう。何してんの？もう食われへんお腹いっぱいやもんマジでお腹いっぱいすぎてもう食われへんかった最後のゲッポが一番面白かった顔見て俺びっくりしたもうもう入らへんもんはい無事最後ジンが吐きかけて終わりましたイエーイ、はいまあ、シンプルに美味しくなかったねそうですねまあまあ量が多いっていうのでそうめんといえば今のやつとやってきた感想はえめっちゃ面白かった、まあ、面白かったんちゃうのほんまに社長とかちょっとあれは緊張するわもう社長はえぐいよどうなんかな実際まだ初っ端からさ結構音出してたやんほんまは気づいてって突っ込んでなかったんやいやなやろうなまあ多分そうっすねまあそれも一回相手に聞きたいですよねまあで結果挑戦して、大食い企画でそうめん、2キロ食べたのと電話してねバレたら即終了っていう企画だったんですけど、はい、今回ね最終的に食べ終わったんで終わりたいと思いますそれではみんなグッドボタンといいねとチャンネル登録よろしくねー